最善を尽くす。それだけだ。期待しておるぞ、直政。武田に囲まれている長篠城と信政を救う。富樫山砦へ攻めかけよ。トランクス、九代の方々の言うことをよーく聞いてですね。母上、ご心配には及びません。それと幼名呼びはそろそろやめてください。信康、本陣は任せる。決して敵には出してはならんぞ。よし、飛び出す山取り出への道は開けた。みんなは死に続け。先陣を切ってもいいですか。徳川のため最善を尽くさねばなりませんが。おお、でもわしに続けって言ったよ。まず南に兵が集中し、織田本陣周辺が手薄。馬防策があるとはいえ心配ですね。敵将を討ち取った。徳川の前方に直政ありよ。武田騎馬隊は不滅。馬防柵を突破し信長を撃て。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。ドラム君、いいけど狭間です。新入りなんです。不代の方々に反発しては立場が。戦に不代も戸様も関係ありません。違いますか、母上。いや、その正論なんですけど。息子の冷たい視線を一体。かかったね、勝つよ。まだ鉄砲たち隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を刺し殲滅するために。そしてボクするな。山形正景と赤染め、これにあり。再び策を蹴倒し、信長の首をかっけ。最善を尽くしたまで。そのまま長篠城へ向かうのだ。
さ、奴らはなぜ死に急ぐ。さて、長篠城をさっさと落としちまいましょう。殿が騎馬隊に襲われし時、武者を一気取り逃がしたな、新入り。ええ、俺の精進が足りなかっただけです。油断しなければ一人でやり遂げられた。一人でか。次もその次もそのまた次もその油断なくやれるなら、それもやる。グーン、競おうぞ。巨大の方々、俺に続いてください。なおなずめ、ちょっと息をかかってわしらとてちゃんと働いておるわ。そう怒るな。昔の我らもそうだった。若く一途でどうしようもなく青い。一つ残せない。勝負いたせ。ストーリー